こんにちは。今日も昨日に引き続いてチャット GPT でですね、動画のテーマ20個出してもらうというところをお伝えしたいと思います。まずあらかじめ指示書を作ってこちらをコピーしチャット GPT4 の方に貼り付けました。はい、今からスタートしましょう。今回の指示書なんですけど、まあ、YouTube 見てたらですね、孫さん、ソフトバンクの孫さんがやってるやり方で専門家っていうものを指示して、そしてその専門家で議論させるという非常にユニークな使い方をしてたので、あ、これ面白いと思いまして、その指示書を、丸々コピーしてですね、まあ、ちょっと自社のやり方の方にカスタマイズしていかないといけないんですけど、もちろん、そちらの方をやっていきましたね。専門家、 YouTuber、 専門家2はマーケティングのプロ、専門家3は広告のプロ、専門家4ヘッドラインを出すプロ、専門家5はキャッチコピーを作るプロ、まあ、こういうふうな形で指示を作っていき、そして共通テーマっていうところでね、まとめ上げていってくれます。まあ、これでザクッと1分ぐらいで、まあ、20個ぐらいを出してくれたわけですよね。これ案外使えません？こんな中全部が使えるかっていったらそうじゃないんですけど、相当こう時間がね短縮できて参考になる内容がたくさん出ます。はい、ということで参考になれば幸いです。ではまた明日。